俺たち人間は実は毎晩睡眠をとるごとにスワンプマンと入れ替わってるんですよ。どうもこんにちは。趣味で米 G をやっているものです。これから先こういう何かに挑戦するような動画が増えていくと思うんですけど、もちろんバスケが好きなんでバスケの動画も上げていきたいと思います。よろしくお願いします。先日自分のチャンネルの動画のほとんどを消してしまいました。理由は友達との喧嘩です。そいつが消せボケって言ってきたんで、じゃあ消したるわボケって目の前で順番に消してあげました。それだけです。まあ趣味なんでどうでもいいんですよ。ただ過去に上げたバスケ動画もったいないっていう意見もありましたが、まあ結局はね、飛行機が飛ぶ理論と同じなんですよ。飛行機は飛んだから飛ぶんすよ。なんで飛んだかって結局ね、今の時代解明されてないらしいんですよね。バスケも同じだと思うんですよ。できるやつにはできる。できたからで、何言ってか。まあ、とりあえず、今日は、バットを折りますよ。はい。本物の木製バットを、すねでね、蹴りで、折ったろうと思いますよ。はい。そんじょそこらのやつと比べれば、それなりに身体能力は高い方だと思うんで、まあ、中途半端なことはしませんよ。俺はね、軽くサクッとバキッと折ってやろうと思いますよ。もう、好感度なんて気にしません。いてーとかリアクション芸みたいなこと、俺はそういうのはしなくて、もうサクッと折ったろうと思います。まあこれがね、振りになるかもしれないけど、俺は振りになってしませんよ。俺の足が折れるかバットが折れるか、どっちかが必ず折れる動画にしてやろうと思います。はい、今日は手伝ってもらう人がいます。はい、ミスターヘリウムくんです。はい、じゃあね、早速サクッとバキッと折ったりたいと思いますよ。サクッとバキッと、このね、白くできたプラスチックでできたね、カラバットを練ってちゃうわーい。冗談はさておき、これね、これ、はい、これね、本物ですよ。木製バット、演舞用のものと比べるとね、硬さがね、3倍くらいあるらしいです。俺の足が折れるか、これが折れるか、まあさっき言ったら折れるのか。まあ、僕はね、野球のルールとか何も知らないんで、野球が何人でやるのかも知らないんで、これが最初バットかどうかもわからないで買ったんで、もうこれがどういうバットなのかもわかんないんですけど、そんなめんどくさそうな顔しないで。蹴るのはここですよ、ここ。ここね。そんなめんどくさい顔しないで。まあ、演舞用はね、ここから先が黒かったりして、で、もしくは全部真っ黒。最初俺ここで蹴ると思ってたんですよ。まあ、すね毛が濃いのは気にしないでください。ここで蹴るとやっぱりダメらしいです。ちょっと骨が確かにちっちゃい。こっちがやられちゃうのかもしれない。俺ならすねらしいんですね。初めて知ったんですけど。ここか、この辺か、この辺らしいんですよ。でも骨がね、この辺尖ってるんですよね。だからちょっと斜めに行くのかもしれないですね。まあ、早速やってみましょうか。じゃあ。ここら辺だよ。怖え！はい、水も飲んだことだしね。俺はビビってるわけじゃねえから、今水補給確実に必要でしたよ。はい、これでね、能力 80% がね、120% ぐらい、まあ、いっか。とりあえず、折るわ。行くぜ。カメラ！どうなのこれ。また嫌われちゃうけど、YouTube やってる側としては、これは不正解かもしれないけど、俺ね、実はね、ラファエルさんみたいに、やっぱり、思いっきり蹴って、実は折れなくて痛いって痛がる動画撮りたかったんだけど、俺やっぱすげえな、折れちゃったよ。ね、俺すごいっすね。はい、すごいです。すごい、映像でね、これが飛んじゃって、カメラちょっと、倒れちゃったっていうハプニングもあったんですけど、まあ一応降りましたよ。すごくね、俺。でもまあ、まあ軟式用なんだけどね。ワンワン、ちょうだいちょうだい。くれはしないんだね。ね、俺は結局負けず嫌いだから、犬にも負けないから。ゴールデンドゥードル。変わり種のゴールデンドゥードルだろうが何だろうが俺は勝ちますよ。
本当に勝つと思ってたんだけど。さあ、グードル。